ベトナムの英雄となった男子サッカーのパクハンソ監督が優勝祝福金を不遇な人たちのために寄付した。パク監督率いるベトナムは去る15日午後、ベトナムハノイのミーリン国立競技場で行われたマレーシアとの鈴木カップ決勝第2戦で1例で勝利し、第1戦との合計32で優勝トロフィーを手にした。17日、 ベトナム媒体によると、パク監督はベトナムのグエンスアンフック首相の招待でクアンナム省経済特区15周年記念行事を訪問し、その席で優勝祝福金を受け取った。ベトナムの自動車企業ザコグループが出資した優勝祝福金はベトナム代表に20億ドン、パク監督に10万ドルだった。だが、パク監督はこの祝福金を、 貧困層のために使ってほしいと寄付の意思を伝え、熱い拍手を受けた。